ビート、ダークネスセンチュリー。バンデル、それはこの世界での魔人の総称である。それまで闇に隠れし者であった彼らが、ある日突然地上に現れ、モンスターを増殖させ、瞬く間に人間の国々を蹂躙し始めてから相当な月日が流れ去っていた。人々は対抗手段として究極の武器サイガを操り、バンデルから人々を守る存在を生み出した。それがバンデルバスターである。バスターとバンデルの果てしない戦い。人はいつ終わるともしれないその日々をこう呼んでいた。暗黒の世紀、ダークネスセンチュリーと。機体の新戦力だ。俺の胸を見てくれ。俺もとうとうバンデルバスターの契約をしたんだ。あれが本物のバンデル。いけゼロ、そんなやつやっつけちゃえ。人質取りやがった。人質？ちょっと違うな。今だ！一緒に連れて行ってやれなくて、ごめんな、ビート。待ってよ。待っててよ。夢か。アンクルスの里ももう目の前だし、それで昔の夢なんて見たのかな。よし、里に帰る前にサイガの復讐をしとくか。まずはバーニングランスだ。まずは戦い方の基本についてだ。ほんじゃやってみな。よし、それでいいんだ。それじゃあ次は戦い方の応用についてだ。ほんじゃやってみな。よし、それでいいんだ。よし、戦い方については OK だな。じゃあ次からはサイガの使い方についてだ。とその前にサイガの出し方だな。ほん
じゃあやってみな。闇を切り裂く光の刃、シュロエクセリオンブレード。これじゃダメだっつってんだろうが。もう一回やり直し。よし、戦い方については OK だな。じゃあ次からはサイガの使い方についてだ。とその前にサイガの出し方だな。ほんじゃやってみな。バーリングランス。よし、それでいいんだ。じゃあいよいよバーニングランスの使い方だぜ。まずはこれをやってみろ。よし、それでいいんだ。俺からはこれで終わりだぜ。こんな感じかな。ライオにはたくさん教わったからな。あのでかい声は嫌でも忘れられないぜ。あれから3年か。本当にいいんだね、ビート。こいつを一度押しちまったらもう堅気とは言えない。それでもいいんだね。ああ、もちろんだぜ。俺はもうとっくに心を決めてんだ。今日こそバンデルバスターになるってな。後悔するんじゃないよ。痛かったろ。全然。強がりおって。よし、早速あいつらに見せてやる。ゼノン戦士団、大陸一のバスター揃いと言われるわけだぜ。雇ってるこっちがビビっちまうよ。ちょっと近寄りがたい感じで。こんな程度でビビられても困るんだがな。モンスターなどは所詮奴らが戯れに生み出した使い魔に過ぎないのですからね。
それを操っている奴を倒さねば。そうだな、俺たちバスターの本当の敵はバンベルなのだから。ありがとう、もう少しで突破されるところだった。どうじゃったゼノン。噂通り近くまで来ているな。強力な力を持ったバンデルが来るんだ。斬撃の王者バンデル・ベルトーゼが。勝てるのかあんたら。そのためにこの里に来た。俺も力を貸すぜゼノン。期待の新戦力だ。また今日も出てきやがったな、このバカガキめ。家に帰れビート。え、なんでだよゼノン。僕たちの仕事は遊びじゃないということですよ。そうそう、俺たちはプロなんだからな。そこんとこは心配ないよ。俺の胸を見てくれ。俺もとうとうバンデルバスターの契約をしたんだ。おめえバスターになってから来いって言ったのライオだったよな。そんな適当な約束を。いや、まさか本当にやるとは。今すぐ仲間にしろよ、ゼノン戦士団の仲間にさ。え、やったー。ポアラ。あらら、大した機体の新戦力だわ。シールドだ。